何してんの？いやーなんでもないですよ。ただ下半身にバットを抜き刺ししてるだけで。何してんの？これがメタルギアサバイブか。R18 だねー。せやで、A ゲームやろ。初心者のヒカくんさんが勘違いしてるからやめなさい。いいぞヒカくんもっとやれ。オッケー？次空気砲解体しとくわ。調子に乗りましたごめんなさい。というわけでこんにちは杉板です。今回はヘレンさんとヒカくんと、私でマルチプレイしていきたいと思います。毎秒回せ。ミスター X はお休みです。収録時間深夜2時だからね仕方ないね。普通の人は寝てる時間ですからね。今回も例によって縛りがあります。装備や持ち込むアイテムを含めて、すべてコモンで統一します。やったぜ。縛りプレイは上級者のたしなみ、はっきりわかんだね。え？僕初心者なんだけど。だから何？そんなー、サバイブにレベルは関係ないです。始めた瞬間からみんな同じキャプテンです。当たり前だよなー。え？じゃあレベル足りなくてハードしかいけないけど。許してくれる？ダメですレベル上げてください。初心者に厳しいゲームだね。この前は防具も禁止でしたが、今回は一応許可しています。と言っても私半裸だけど。なんか、みんな縛りの範囲で好きな格好してるよねー。ヘレンさんなんかカバンちゃんの、コスプレで寿司お寿司。割と再現度高いよね。毛も触れ見てないけど。は？実は僕も全部は見てないです。なんで見てないにゃ。いやー、あれって、擬人化した動物が、可愛い、みたいなコンセプトじゃないですか。せやな。私たちもともと擬人化してますから。確かに。前置きだけでだいぶ時間使ってしまいましたが、それではやっていきましょう。ロックンロール、決まった。それってどうやるの？ Xbox コントローラーのバック、ボタンだよ。え？僕キーボードなんだけど。男は黙ってマウスキーボード。当たり前だよな。キーボード人口増やそう。まずプレイ人口が増えないので、無理です。このゲーム終わってた。あ、ハードだからみんな一緒の、場所からスタートなのか。ハードなら余裕でしょ、知らんけど。EX も頑張ればいけそうですよね。二人とも気がついてないけど、コモンに属性武器ないから EX 絶対勝てないで。にゃんだと。あ、そうですね。属性弾薬も全部緑ですもんね。属性ワンダラーが登場する EX では、彼らにダメージを与えるのは、不可能ですな。最初 EX 行こうとしていた馬が、おるらしい。ボートを用意しろ、一人乗りでいい。島流しにされるやつ。そういえば即起動でいいんだよね。さりげなくやばいこと言ってる自覚を持ってください。即起動はいかんです。せめて防衛だけでもさせてください。どうせ、クレイモアと鉄フェンス組み合わせるだけだけどね。ガジェットの自由度が限られてますからね。致し方ないです。あ、ここで、シカくんからお知らせです。どしたん？寄ってきた。オラは死んじまっただー。誰だこいつに酒飲ませたの？おろろろろろろ。お、防衛は完璧ですね。おうよ、任せろい。やったのはいなんだけどね。1ウェーブは敵の数も少ないですし、様子見です。弾使いすぎるなよ。シカくん、見てろ見てろ。どしたん？まず、こうやって区番結晶で、1箇所に集めるやろ。おう。次に、集めた奴らを移動させるやろ。おう。で、背後から近づいて。連続バックスタブや。何それわしもやりたい。サブクラス設定しなきゃ無理やで。聞くせよ。これあれだ。忍びなんちゃらだ。何それ？忍びエクスキューションでしょ。それだ、赤狼のやつ。よくわかったな。なお二人とも未プレイ。実況動画だけ見て満足するやつ。あるある。ひょっとして、今見てる人の中にも、サバイブの動画だけ見てる方が。なん？だと、動画で満足しちゃうタイプか。動画で満足しちゃう？ちょっとエロい言い回し。完全に寄ってるシカくんの、ず。いいないいな、ゴールデンバットいいな。普通のバットと何が違うの？見た目や。他には？見た目だ。金色になっただけじゃん。ブロンズセイントとゴールドセイントの違いだよ。セイントセイヤ知らない。なんかアニメの話題がよく出るかい。ヒデブー。ヘレンさんが死んだ。シカくんさん助けてくれメンス。任せなさい。シカくんそれはいいじゃない。ワンダラーや。ああ。秘宝、シカくん謝ってワンダラーの蘇生を試み死亡。敵と味方の区別がついてないですね。だからさっきワイのこと売ってたのか。ちゃうねん。ワンダラーって人型じゃん。わしらも人型じゃん。だったら見分けつかないのも仕方ないよね。酔っ払ったサイコパス。生きるのを諦めないでください。3月。シカくんさんはほっといていいから。ちょっとヘレンさん。忘年会で焼肉をごってね。馬刺しください。馬刺しは群馬県の条例で禁止されています。代わりに鹿せんべいをあげましょう。そういえば、鹿せんべいは鹿からできてると思ってた馬がいるらしい。おいこらそのことは秘密だっつっただろ。何それ面白くわしく。1ウェーブ終了。皆さん無事ですか？こちらカバンちゃん、蘇生薬ないのが、辛いです。こちらシカくん、頭痛いのでお水飲んできます。瓶括弧綺麗な水は緑だから持ち込み不可だぞ。リアルの話です。栄養剤なら持ってるよ白だし。リアルの話です。2ウェーブスタート。そういえば誰も気づいてないけど、1ウェーブ加速してませんでした。稀によくある。ちょ、ロビーがやばい。シカくん、未だに帰らず。多分生えてるなこや。マップ見ていただければわかるのですが、まるで動かない。というか相手もあまり戦力になってないような。失礼な、始まってからシカくんさんが、成し遂げたことを思い出してみろ。
だったら見分けつかないのも仕方ないよね。ちょっとエロい言い回し。おろろろろろろ。オラは死んじまっただ。何もやってねえじゃねえか。あ、ただいま。酔っ払いが帰ってきたぞ。帰ってきた酔っ払い。聞いては良いとこ一度は、おいでー。歌ってる暇じゃないぞ。ロビーに侵入されてるぞ。全然処理が追いつかんです。酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だー。はぁ、はぁ、はっはぁ。ダメだ。完全に酔ってやがる。ヘレンシャン、フェンスリペアお願いします。オッケー？オラは死んじまっただ。うるせぇ。ちょ、マジで死んじまっただ。助けないでいいよね。助けないでいいと思います。助けた方がいいと思います。行って。しゃあない、行くか。3月。次はないぞ。任せとけ。ボマー注意報です。ロビーの方は避難してください。そう、被害なし。ヘレンさんが死んどる。めちゃくちゃいい感じにダイブしてたのに。ダイブじゃない、吹っ飛ばされたにゃ。たかがハードで死ぬとか、わら、ありえない、わらわら。うわあ、死んじまっただー。助けないでいいよね。助けないでいいと思います。助けた方がいいと思います。なんやかんや助けてくれる馬くん。優しいねー。高評価2回押しとく案件だね。意味ない案件来た。僕も高評価1回押してから低評価押しとくわ。プラマイゼロだよ。それマイナスなんだよな。というかサンウェーブのデバステーターどうするんですか。気合でどうにかしよう。記事へ投げとけ釣れるだろ。知らんけど。ノープランですね。わかりました。ありがとうございます。というかあれやん、黒塗りの高級車あるやん。ひき逃げ完全犯罪ぞ。なるほど、オイゴラー作戦ですね。どういうことだってばよ。シャゴホットさんに対処してもらおうってことだぞい。免許見せろ、悪しろよ。あーね。シカくん、見てみてゴーカーギアだよ。いいなー、ワイも乗りたい。シカくんさんが乗ると飲酒運転なのでは。これを車両と捉えるかが、微妙ですね。少し大きなセグウェイやろ。ミニガンが搭載されたセグウェイなんて知らない。気がついたらサンウェーブ始まってたんだが。敵さん登場、派手にやれ。黒塗りの高級車来た。いい削りです。あとはウォーカーギアで。サッカーしようぜ。お前ボールな。ぐへへ飲酒運転で引き逃げだ。おまわりさんこいつらです。シカくん逃げて、黒塗りの高級車再来。ぶつけたら大変なことになるから。いや、あれはよく見たら。逆走じじいだ。逆走じじい出た。空港ハードなんて何年ぶりかな。即起動の仕方も忘れちゃったな。採掘機は右方向だったから。こっちか。うわ、前から車が。仲いいなおい。うわあっちー。シカくん、ダウン。よ、過ぎたし危ない。え、うがぁ。耐えただと。完全に潰されてたぞ。障害物を貫通しやがった。逆走じじい恐るべし。やばい調子乗りすぎた。過ぎたしが調子に乗りすぎた。雑魚わらわら。ムカつく。はよ、助けて。それが、人に、物を頼む態度ですか。いいから、悪しろよ。ジョスマン逆走じじいって配してもうた。しかし後ろを。うわ、前から車が。ラストスパートやぞ、頑張れ。逆走じじいループさせるから。地獄みたいな光景になりそう。か、勝ったにゃ。オラは死んじまっただ。ミッションクリア後に自動で、復活するぞ。オラは生き返っただ。イエーイ。やったぜ。クリアやね。ファイナルウェーブがないのは、新鮮ですね。もう2時半だよ。ようやく、眠れる。何言ってるんだ二人とも。次は廃校 EX やぞ。無理でー。やったな、プラスだぞ。